やあ、フランシスとフレイビー。何してるんだい？ああ、ベイビーたちに雪の缶詰を届けてるんだね。素晴らしい。気をつけて、フランシス。滑りそうだから。あらら、大丈夫？フランシス、真っ白になっちゃった。トムのカーウォッシュに行かないと。そうだね、フランシス。フレイビーがトムのカーウォッシュに連れてってくれるね。やあ、トム。フランシスが雪まみれになっちゃったんだ。なんとかできるかな？トムについてった方がいいかもね、フランシス。よし、フランシス、綺麗になる準備はいいかい？おお、これはクリスマスの特別クリーニングツールかな？フランシス、たくさんの泡だね。トム、フランシスの輝きを取り戻せるかい？それでどうするんだい？なんだいそれ、トム。ああ、ワックスか。だからフランシスがピカピカになってきてるんだね。わーお、フランシスがすごい綺麗になったぞ。トム、お疲れ。これでフランシスが仕事に戻れるぞ。今のどこからだい、トム？誰が投げてるんだい？誰か知ってる人だって？どこに行くんだい？ああ、なるほど。ベイビートムか。楽しんでね、みんな。じゃあまたね。ポリスカーのマットが何か急いでるぞ。何かあったに違いない。わあ、汚れてるな。
何があったんだいマット、スピード違反をしてた車を追いかけてたって。ああ、だからトムのとこで洗車したかったのか。じゃあ、綺麗になろうか、マット。最初はなんだい、トム。ウォータージェットか。ゴミを取り除くためだね。そしたらシミを取らないと。きれいになるし、いい匂いがするから泡風呂に入りたいって。よし、じゃあきれいになろうか。ブラシを使うぞ、マット。よし、じゃあ泡を流そう。そこに立ってて、マット。今から乾かすぞ。楽しそうだね、マット。これで終わりかい、トム。もうマットは完璧かな。そうだね、消臭剤を使って残ってる匂いを全部消しちゃおう。新品みたいだぞ、マット。いい匂いもするね。綺麗になって嬉しそうだね、マット。ありがとうね、トム。待って、どうしたんだい、トム。おっと、バナナの皮だ。気をつけて、マット。まずいぞ、また汚れちゃう。汚れなくてよかったね、マット。綺麗にね。じゃあまたね、トム。やあ、ベン。忙しそうだね。そろそろ洗車しないとね。あらら、本当に洗車に行かないとね。トムのとこに行こう。洗車屋を始めたらしいぞ。やあ、トム。お客さんが来たぞ。行こう。トム、ベン、準備はいいかい？最初に水をかけて。
そしたら石鹸だ。綺麗にするぞ。次は何だい？よし、ブラシだね。で洗い流してから最後に乾かすぞ。おお、ベン、新品みたいだね。ありがとう、トム。じゃあ家に帰ろうか、ベン。じゃあまたね。やあベイビーたち、新学期楽しんでるかい？ああ、紙で何か作ってるって？ベイビージェリー、何でもそんなことに。ピニャータみたいじゃないか。ママ。そうだね、アンバー。カーウォッシュで綺麗になりに行かないと。大丈夫だよ。終わった後にまた学校に来ればいいさ。やあトム。やあベイビートム。ベイビージェリーが汚くなっちゃったんだ。綺麗にできないかな。プラットフォームに乗るんだ、ベイビージェリー。送風機で髪を吹き飛ばすぞ。目を閉じた方がいいかもね。おお、うまくいったぞ。そうだね、まだ糊がくっついてるな。どうやって取るんだい？ペイントだって？それじゃダメなんじゃないかな。グルーリムーバー？なるほどね。待っててね、ベイビージェリー。ブルーリムーバーを乾かさないと。いいぞ。これを剥がせば一緒に糊も剥がれるはず。トムが今から剥がすぞ。いいかい？
ベイビートムも手伝いたいってさ、楽しそうだもんね。完了だ。いいね、ベイビージェリー。ありがとうね。ご褒美も忘れずにね。ありがとうね、トム、ベイビートム。学校に戻るの楽しみだね。じゃあまたね、みんな。ジェリーがレースの練習をしてるみたいだな。あれだけできれば絶対勝つだろうね。でもこんなに泥まみれだとカッコつかないな。でも大丈夫ジェリー、トムのカーウォッシュに洗車しに行こう。やあトム、レースの前にジェリーが洗車したいんだけど、できるかな？よし、ジェリー中に入って。トムがコントロールルームから機械を操作するから。最初に水で軽く流そう。ジェリーにまだ泥がたくさんついてるな。石鹸がたくさん必要になるね。綺麗になってきたぞジェリー。ここでローラーの時間だ。そして泥をこすり落とす。そうだねトム、ブラシだとペイントが落ちちゃう。スポンジの方がいいね。いいかいジェリー。よし、ちょっと待って、歯を磨かないと。汚いぞ。口を開けてジェリー。ブラシの時間だ。これで完璧だ。流して乾かそう。動かないでね。ドライヤーを使うぞ。そうだねトム、ツヤ出し剤でレース中もピカピカだ。
チャンピオンみたいになったね、ジェリー。じゃあレースに戻ろう。お、太陽が出てきたぞ。ありがとうね、トム。ジェリーもレース頑張って。